イデユシの下は、牛の下の一種。西部太平洋に分布する。枯れメとして、唯一熱水噴出口のみに生息し、高濃度の硫黄や高温などに耐えることができる。形態的には、他のアズマが冷族に類似し、熱水噴出口への適応は、比較的最近のことだと考えられる。最初に観察されたのは1988年で、新種と認められるまでは、 アズマガレイとされていた。種商名サーマファラスは古代イギリシャ語テルモス、フィロスに由来し、熱水噴出口に生息することにちなんだものである。西部太平洋に不連続に分布し、小笠原諸島付近の海形ミヤマ、ニュージーランド北部、ケルマデック塔湖のランブルサンマ高麗島、南洋塔付近の日光ミヤ中部沖縄トラフの南より最下級、マリアナ塔湖の第二春日ミヤ 大国三山、トンガ東湖のボルカナンバーワンシーマウントボルケーのマイナス2シーマウントで確認されている。他の熱水噴出口にも生息する可能性がある。異用海の上の本種と湯の花がに、日光三山で撮影。深度239から733メートルの熱水噴出口で見られるが、通常は300から400メートル。制御。 幼魚は同所に生息する。魚類には珍しく硫黄が豊富な場所を好み、垂直な硫黄の壁、凝固したばかりの硫黄の上などで観察される。摂氏187度の溶硫,硫黄に浮かぶ硫黄の紹介に載っていた例もある。普通のカレーは細かい堆積物に埋まることを好むが、本種は歴定や岩の上を好む。海形宮山では19摂氏22度の水が、 湧き上がる荒い砂底に生息する。南よーリ最海級では白い堆積物上に見られ、水温は周囲より5摂氏十10度高い。第2春日宮までは歴定やバイオフィルム上で見られる。生息地での密度は非常に高く、熱水噴出構成の積水動物としては最も多い。海形宮までは多数の個体が積み重なる姿が観察されている。 大国宮間では1平方メートルあたり392個体の記録があり、これはカレー類としては最も高い生息密度である。日光宮間さんの4個体。他の牛の下のように背びれ、尾びれ、尻びれは連続する。目は丸くて大きく、体の左側が有眼側である。胸びれ、側線、左腹気はない。頭部は比較的長く。 ふんは丸い。顎は大きくて、こう描く。両がとも、むめ側しれは4から5、ゆう側し列は、上顎で2から3、かがで1。歯は鋭く、内側を向き、む側の方が発達する。他のアズマガレイ属魚類に比べ幅広い。背びれは、目の上から始まり88から94何情。背びれの短ひれ骨と、神経とげは1から,2から2から2から2という。 看護パターンを示す。腹器は長く四難情。付け根は繊細な枠になっている。尻びれは七十四から八十難情。尾ひれは比較的長く十四難情。うろこは小さく明確な串うろこであり、横に四十七から五十六列、縦に百から百十二列。遊顔側は褐色から暗褐色、不規則な黒い模様と白い斑点があり。 5から8本の黒い横縞がある。稀に、体中心線に沿って1から2個の白い点がある。腹ッのウに、3程度が白い個体もおり、青緑の濃淡や黒の縁取りがある場合もある。エラ穴は、他の部分より、色が暗い。ヒレ状の根元は暗く、先端は明るくなり、おヒレ基部には不規則な黒い斑点がある。胸側は白く、メラノフォアが散らばる。 最大で、オスは8.7センチメートル。日光海山の個体は、第2春日、大黒宮山の個体の2倍である。これは、日光海山の生物生産力が高い。あるいは、第2春日、大黒宮山に分布を広げたのが最近であることを、意味する可能性がある。大黒宮間硫黄のまでの本種と、湯の花がに、海底に横たわっており、 肺炎をうねらせることで前後に移動できる。餌を探すため、緩い堆積物や穴に集まっていることもある。共存種は場所によって大きく異なる。大国宮間では、小笠原万事、日光海山では、灯籠を払えびと共に生息する。湯の花ガニと共にいることもよくあり、大型の湯の花ガニに攻撃されることもあるが、捕らえられることはないようである。捕食圧は、 ほとんどないと考えられ、バイオマスの多さと、相まって高い個体密度に達していると推測される。熱水噴出口への生理学、生、科学的適応が見られ、硫酸などによるに以下の PA。特に、高い硫化水素濃度に耐えるため、ヘモグロビンと酸素との親和性が高くなっている。骨格では、未発達のヒレ状や融合した骨が見られ、これも、餌は、 生息地ごとにかなり異なる。大国宮山、ボルカナンバーワンシーマウントでは、多毛類が主な餌である。他の個体群は、甲殻類を食べ、日光海山では、オハ原エビ科の灯籠オハ原エビ、第二春日宮山では、手長エビ科が主な獲物である。ここでは、待ち伏せ型捕食者であり、近づいてきたエビを襲う。大国宮山ではそれより活発であり、 噴煙に接触して死んだ魚類を砂取っている姿も観察される。胃から貝殻や海面の骨片が見つかることもあり、捕獲家の観察では餌として与えられたものはほぼ何でも食べる。他の餌生物のいない異カイオウの上では化学合成細菌の糸状態を食べている可能性があり、事実だとすれば魚類の食性として初めてのものである。男性でメスは 直径0 9ト、mm、ルの浮遊性卵を産む。発生は温度で促進され、摂氏12度で14日、摂氏20度で3日、摂氏26度で1日で孵化する。飼魚には卵黄脳があり、目、口、消化器が完成するまで7日かかる。30日後から目の移動が始まる。他のカレーに比べ成長が遅く、寿命は10年を超える。 成長速度は餌の量に影響されるが、3年間で最大長の半分程度まで成長し、その後は遅くなる。一切 4.4cm 程度で生成熟する。ありがとうございます。